せていただきます。美和さん、スタッフの皆さん、ごきげんよう。突然ですが、私は蛍光灯の光が苦手です。というか、明るすぎる室内が嫌いです。よく行くデパートやチェーンのレストランは明かりが眩しすぎて目がクラクラします。飲食店などの照明で思うことはありますか、というお手紙でございましたけれどもね。私はね、台所はしょうがないから、まあ、他はほとんど白熱灯、今までの昔ながらのね、明かりをなるべく使うようにしてるんですけれどね。でね、明かりってのは恐ろしいんですね。本当の太陽の光やね、明かり中光色で見ると、洋服でも何でも色が違って見えますでしょ。恐ろしいって、もご商売の人がね、お寿司屋さんですけれどもね、お客さんが入んなくて全部蛍光灯でね、ネタや何かもね、本当にマグロや何かで真っ黒けに見えるんですね。で、白熱灯をお使いになったらどうですかって昔私が言って勧めて、でネタを並べてるとこまでがね、全部ね、したんですよ、白熱灯に。売り上げがね、60% 伸びたんですよ。60% ですよ。それから、お店屋さんの提灯、白熱灯にしたら、もう超満員になったんだそうですよ。これ、下町の話ですけれどもね。ですから、売り上げにも響いてくるし、いろんなことでね。ですから、なるべく、皆さんがうちで揃ってご飯を食べる今であるとか茶飲みであるとか、スタンドでもいいですからね、白熱灯のランプを一つポッと置いとくだけで、お刺身も何もね、ステーキも赤い色に見えますからね、紫色に見えないですから。でそしてお互いの家族の顔を見渡してもね、お金に引き上げられたばかりのね、土左衛門みたいなね、水下みたいな顔がずらっと並んでね、でフランシュタインのようなね、ステーキを食べてるような図っていうのはゾッとしますよね。ですからなるべく白熱灯を要所要所はね、お使いになった方が健康のためにも精神的にもいいと思いますね。もうすぐ真冬に入りますけれどもね。でもね、寒いと言いましてもね、今に比べて昔の冬はね、それは寒かったんですよ。とにかく、まあ、それや、いろんな暖房器具や何かのね、せいもございますね。で、昔はね、暖房器具って言ったらね、こたつでしょ、火鉢でしょ、それでおしまいなんですよ。あとはとにかく、ねんねこ丹前みたいなものを着るとかね、まあ、着るもので調節するとか、お布団で調節するとか、それぐらいでしたね。で、それでね、各家庭はね、障子、またガラス戸。ですからね、もうシュー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 隙間風が吹いてきますでしょ。よくまあ、それは昭和40年ぐらいのね、頭ぐらいまでね、昭和42、3年まで、各家庭にね、暖房器具なんてありませんでしたしね、せいぜいね、進んだところで石油ストーブ、これぐらいでしたね。でそれで平気で生きてたんですよね。それはね、戦前から戦中から終戦後ずっと、まあ今年でね、まあ、戦後70年っていうことで言われてますけど、で私ね、昔の冬を思い出しますとね、冬になるのが辛かったのは皆さんそうでしたけどね、私がね、状況がね、うちが破産してホームレスになった時、音楽学校を辞めてね。で、それで新宿のね、西口のところに住んでてね。で、もっとね、西口のその駅のホームっていうか地下道ですね。で、それは上野駅、有楽町の駅、東京駅、新宿駅、みんなね、よく国鉄っていうか JR がね、容認してたと思うんですけど、太っ腹だったんですね。焼け出された人たちがぎっしりおりましてね。私はその中に紛れ込んでたんですけれどもね、まあ2日3日食べないっていうのはもうザラでしたし、お腹が空いてる時に寒いとね、こたえるんですよね。で着ているものなんてたかが知れてますでしょ。でとにかくあったかいところ、あったかいところって
皆さん探して歩いてたのね。ですから新宿のね、今度は東口の方とかね、ビルとビルの谷間の間のね、どこがね、あったかいだろうかと、その守衛さんが来ないところはどこだろうかとか、知り合ったね、ホームレス仲間たちといろいろ情報交換してうろうろして、あの寒さと木枯らしはね、本当に忘れませんね。ですから今の人たちはね、本当に若い人たちは幸せな時代だなと思いますね。私は生まれて初めて、本州へ渡りましてね、故郷の長崎、つまり日本の西の端ですね、長崎から東京まで、昭和26年だったか違う、25年の暮れだったのかな。その時なんていうのは、東京まで28時間かかったんですよ。で、そして今はね、全部客席が前向いてますからね、前の人とね、顔合わせなくて済みますけども、当時はね、向かい合わせの椅子でしたからね、赤の他人同士がね、4人、もうなんだか一組にさせられて長時間いるわけでしょ。で、しかもね、暑いですから夏なんかね、窓開けっぱなしにしてますとね、梅煙が入ってくんですよ。ですから顔がね、もう目的地着いた時にはシャツからないから真っ黒けなんですよ。でね、品川駅もね、新橋駅も、東京駅も、駅のホームにね、顔を洗う洗面台がね、ずらーっと並んでたんですよ。それが新幹線ができたって言うんで、で、大阪までね、とにかく4時間とか、そこへれへんで、嘘でしょつって。で、早いっていうことでね、だん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 人間は距離がね、縮まっていくっていうのは結構なことだと思うんですけど、ただしね、最近でこそ新幹線もね、流線形でね、あれは速度のね、いろいろなバランスやないかも考えてることでしょうけど、ちょうど飛び魚みたいな感じですよね。ただね、私残念なのはね、アガサ・クリスティのね、探偵小説の舞台にもなったオリエント急行って言うんですが、あれは贅沢ですよね。昔のね、皇室の方のね、専用列車も、随分贅沢でロマンティックでしたけども、オリエント急行みたいなのがね、できればいいのにと思って、九州ではできてるんですね。どうして九州ばっかりなんでしょう。だから今度の北海道のね、新幹線も、ああいうオリエント急行みたいに贅沢なロマンティックなね、車両だったらもっと素敵だと思いますよ。